たまに取り出せる褒め、もうあと10日です。イエス、イエ <laughs> <laughs> 高す,す。高須ですか。<laughs> いやこれもう。 すぐですね。10日、来週終わったら、もう出てるっていうこと。そうだね。うわ、これすごいね。いや、まあ、あっという間ですよ。本当だね。なんか、まだ結構あるなみたいな感覚でいたら。あっちゅう間に、この1月の早さって、何なんだろうね。いや、もう、ね、毎年やばくない。えっていう。いや、一月。そう。じゃ、もう一月はね、早いっていうより、なんかもう、早く。 早くなくなってほしいっていう感覚は,俺はありますけどね。1月が一月が。<ー>早く過ぎてほしい。なんかそう、もうちょっとあ<ー>あ、わ、わたわたずっとしてるじゃないですか。なんかそうね、仕事始めだ,なんだ。そうそうそう。 <で>そう落ち着きないんですよなんか適応してるうちに、えーうん、もう2月みたいなそうで2月短いみたいな <laughs>、ね、<laughs> これもうね <laughs> 全部仕組まれてますよやばいね2月の少なさもやっぱわざわざと計算づくでしょううこれはこのやっぱ埋没させるようにできてるんだね、うん、そううですもう 意思を持つなっていう他のことを考えるお前はお前の生活にもう埋没していけそうですだから圧力ですよもういやもう2月ですよだからそうですよ褒めも出ますんでねえ褒めを買ってください本当にあとちょっとラストでお伝えしたいんですけどイベントをねやるかもしれないというあそうですよねこの褒め玉褒め出版記念イベントこれおそらくありますよね そうですね、まだお伝えしてないかもしれないんですけどた多分やると思います、はい、これまたねあのサイン会を兼ねてやろうと思ってますんでこちらもちょっとね、あのー、皆さんはご都合がよろしければという感じで,そうです是非ということで,、はい、で先週の話の続きだと、はい、あのブルース・カイさん ブルースカイと書いて,ブル,書いてブルースカイと読ませるこの方のコントを見てきたんですよほとんどこのコキとのコントを見た人っていうのは分かんないですけど俺が俺の感覚だとほとんどいないんじゃないかっていう何者なのかがまず分かんないから誰って誘った時。<laughs> 誰それって,言ってたもん、ね、本当に知らなかったんですけどすごいあの、ね、結論から言うと面白くて面白かったでしょなんかここ最近で一番くだらないものを見たなってすごく良かったんですよこの「うん、このおもころの原宿がくだらないものを見た」っていうほどくだらないんだよねだから <laughs> そうなんですよ<容>これ恐ろしいいいいぐらい覚えてないこれがながんかすごい 気持ちいいというか、わかる、そうなんですよ。<ー>覚えられる程度のことじゃダメなんですよ。やっぱなんかその教訓とかさ、こういうことかなとか、まあなんていうのそのの。 まあちょっと比喩じゃないけど何か社会状況を暗慮した演劇とかでああいや確かになみたいなまあそんなんもいいですけどね、うん、ちょっと持ち帰って何か考えるみたいな一切ない持ち帰れない, <laughs> れないマジでその場で見てちょっと笑って後になったらえなんだっけみたいな, <laughs> <う>な何をやってたっけみたいな <laughs> マジでそうです,からマジですごかったんですよこの寸劇の館っていうね タイトんか設定もまじで意味分かんなくてそうなんですね <laughs> 全部説明できない全部意味が分かんなかった <laughs> な何なのかっていうのが全く説明できないぐらい意味分かんなかったかんなかったもうそのセリフも,もういちいちくだらないっていうか最初のセリフがね呪いの毒蛇ね呪いの毒蛇の話を知ってるから<ー>で呪いの毒蛇 なんでそれは、うん、みたいなうん、うん、そいつに噛まれたらな3日以内に死ぬとされてんだよそう毒だからじゃない <laughs> <laughs> もうそんぐらいのそんぐらいの会話がずっと続くみたいな<う> <laughs> もうマジでしょうもないんですよあれそう<ー>でだからなんで俺こんな覚えてないのかなっていうふうに考えたら あの面白さって全部なんか言葉尻のなんかちょっとしたふざけだけなんですね。本当にもう悪ふざけみたいなのが延々と続くみたいな。そうなんですよ。でもなんか心地いいんだよそれずっと聞いてると。そうね。なんかね面白くてなんかすごい無責任に見れるな。あ、そうですね。いい意見ですねそれはね。すごいこう何にも考えないで見れてちょっと笑えるっていうのでなんかいい。 な,んかなかなか最近そういう感覚なかったかもって思ったんですよね見ながら確かにすごいしょうもないんですよ、うん、なんか1本目のコントがんか友達にいきなり生産カリを持って殺そうとするやつっていう意味 <laughs> あの <laughs> <laughs> 何の意味もないんですよねなんか。なんかね<ー>こ,のこのさ、うん、でも これだけ言うとすごいちょっと怖い感じのああ確かにねちょっとホラーみたいなでこれをさ面白いんだけどどうやって面白かったって説明すればいいのかってうちの妻にこう一生懸命話そうとしたんだけど全く伝わんないいや確かにねちょっと怖く聞こえちゃうそういうとでも本当しょうもないんですよまじ急に粉をコーヒーにわーってかけてみんなが見てる目の前でね殺そうとしてるのみたいなそれを気づかずに飲もうとしてるそう別に理由とか 全くなくそれをやるっていう <laughs>、うん。でもこれしようかもしれないじゃんっ,つって飲もうとする。飲もうとしてやめときなみたいな。<laughs> なんか延々とそういうことをやってるっていうコントでなんかね最近やっぱお,お笑いが好きだからお笑いシーンにいる中の人たちのお笑いっていうのをやっぱ見るんですよ。はいはいはい。なんか最近のやっぱ流行とかこの間の M1 でこういうことあったとか<ー>なんかそのお笑いシーンを見てるとすっごい面白いけどなんかそれ急に見て でも多分ちょっと意味が 確かんない部分とかも当然あるわけそのハイコンテクストな部分とかこの芸人を知らないと笑えないとかがあるんだけどなんかそういうのが全くないそれのお笑いシーンの外で「ブルースカイ」っていう全く何者かわからないおじさんが書いたものを見てあでもこんな笑えるんだっていうんかね感動があってこれなんかすごい新鮮でした本当なんかでもやっぱこうういね。 ことだなっていう感じは受けましたね。なんか面白さっていうものの、なんか純粋さっていうかね。うんうん、ああ、なるほどね。そうそうなんか、うん、やっぱおじさんになっても面白いものを作りたいと思って作ったりするって。 でもおじさんだからやっぱ世界がめあまあ狭いかも <laughs> 自分の狭い中で作り出してるところがなんかすごく愛おしいっていう感じがあなんかあったかもいやそうかもしましたでやっぱアマチュアリズムをすごい感じましたねあそうですねなんかちょっとね喋り方とかもかなりね まあ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 う,うん、あんまプロっぽくないっていうか、うんまあ、そんなめちゃくちゃ練習してるわけではないと思うで <laughs> な,さなさそうだった <laughs> <laughs> でもまあなんかそれなりの軽さというのが<ー>なんか合ってる感じがねしてて、うん、そうなんですよ、うん、でも結構ねあの有名な人たちが割とこう X でねポストしたりしてるんですよいや確かに何か伊藤聖子さんとかがそうそうそう あとケラリーのサンドロビッチ小川玉木のそういう舞台関係者の中ではブルースカイっていう人は結構多分そうんかすごい人と思われてんだけどこの人どう使っていいかわかんないっていうような。 なるほど多分扱いなんじゃないですかそのポジションでずっと <laughs> 言い続けてるやったっていう人なのかな何かを作ってる人からはすごい面白がられてうん、うん、あだおもころライターとかも結構近いよね<あ>そ,<の>そうですよ多分めちゃくちゃ面白いんだけどこれをどう商売にするかっていうとむずいよなあって思い本すに と <laughs> 尖りまくってね <laughs> と尖っててあいつの書くやつってほんと面白い面白いでもこれをどう金に変えたらいいかは俺は分からない本人も他人ももうじたともに金にならなさそう いやそうそれはすごいやっぱ感じた誰もこれをんか売ろうとしてないなっていうそうなでもんかそれがすごい良かったですよねんかこっちもそこの無責任に見れるというかそうなんですよねんかやっぱね大体すごい人って有名になっちゃうからねいやそう売れてさチケット取れないダウとかもそうなんですよダウ9万とかもさめちゃくちゃ面白い舞台とかやるんですけどもはやもうチケット とも取れないし。うしう。だから、うちらだ、あ、結構この間の席も目の前だったじゃないですか。うん、あ、あのブルースカイさんのね。だから、あんな席で、あのやつを見れるっていう幸福はないんだって、うん。<福> <laughs> <laughs> 思うんですよねそんな大人気にここからなるみたいな感じではないけど、うんうん、でもちゃんと面白いし面白いですよね。なんていうかもっと有名になっておかしくないと思うんですけどね、うん、なんか多分10年前そのピークは来てたんじゃないかな、はいまあ、来てたのかな多分分かんないですけどね僕その頃知らなかったですけど。うんうん、いやだかからなんかね、うん、こう すごい見てて面白かったし、うん、なんか勇気も湧いたというか。 ちょっと失礼になるかなこんぐらいでいいかって今言おうとして結局言ってるじゃんでもそうほんとなんて言ったらいい別にそのんか簡単にできるじゃんとかそういう意味じゃなくてこの人なりの面白さをこういうぐらいで形にしてもんかいいな全然面白いなみたいな感覚なんですよもうだからね完成されちゃってんのかもしれないねすでにもう今ーもうずっとピークなのかもしれないな な、だから、周りの有名な人たちも、すごい、これ面白いと思ってるんだけど。うん、もう、これでちょうどいいと思ってるから、これ以上がないのかもしれない。これ以上、まあ、確か、あれ以上、なんか。頑張られても困るというか、本質を見失いそうな。感じがするというか、もう、あのぐらいの面白さっていうのが、すごい素敵だなというか。うん、そうですね。うん、でも、なんかね、憧れるよね。なんかあんな、うん、あんな状態の、なんか、面白いことをや。 で、うん、面白いって言われるっていうなんかすごいな、羨ましいな、いやなんかいいなと思う。なんかもっと軽はずみに、みんなやってもいいのにっていう気持ちになったというか。<laughs> <かに> <laughs> あ、なるほどね。うん、そうですね。許される感じが <laughs> いいです、ね。許しですね。そう。 あんますごいものを見るとやっぱさんかくっきり分かれるじゃないですか演者と俺たちは見る側みたいなあこんなことはやっぱできないみたいなすごいなみたいなっていう話になっちゃうけどいやんか俺たちもやっていいんじゃないかみたいな気持ちになれるでちゃんと面白いんですよ。できないできることはしてないんだけど思思うううそなんかそういうね温度感の舞台でこれはすごいいいなと。 いや本当、うん、いやでもね本当良かったやつ良かったかやか次やってたらやっぱ見に行きたいなと思いましたしね行きたいしで,すようんで本人がすごい謎なんですよねやめっちゃ謎でしたね、うん、やる気あんのかなみたいな <laughs> いやもう全然感じられなかったね <laughs> なんかトークライブみたいなのが終わった後とね終わった後ねアフタートークみたいなね終ったんだけど、うん、なんかもう全く締めようとすん <laughs> そうそう,そう <laughs> <laughs> 告知をすぐ言わせる。告知ありますかみたいな、なんかすぐ締めに入ったりとか、あんまりやっぱ語るタイプの人ではないのかなっていう。そうですよ、ね、多分絶対そうでしょうね。ううん、かなり人間不信なところが <laughs> <laughs> あるらしいそう,そうなんですか。うんうんうん、そう、うん。だからもう本当舞台でうん、うん、その作品で表現してるから、ね、終わった後に何か話すみたいなタイプじゃないんう、ね、そうそうでしょうね。多分、ね、で多分自分の感想とかもあんま言われたくないんでしょ。なるほど。本当は言われたいんだけどうん、うん、あの。 あみんなの前では絶対言われたくないタイプだろうなっていう感じはしましたね。なんかちょっと居心地悪そうにしてましたもんね。本人のパーソナリティもすごいなっていう。そこら辺もなんかねもうこのライターっぽい感じが気になるところしまし、ね、ではあるっていうすごいなんかいい感じでしたねねよよかかっっったた見見てて俺あれを見て、ねうん、ちょっとね。 なんかやっぱこういうのもっと見た方がいいなっていう感覚になったんですよ。わかる。なんかそう,う話題作とかをやっぱね、ラジオとかだとさ、そうね、例えばなんかあのゴジラとか、みんなが見てるやつを見て話すみたいなことになりがちですもん、ね。まあね、そうそれは一つ正しいんですけど、うん、なんかこうそういうちょっと好きみたいなものをこう見つけた時にも。 ちょっと、あのー、あ<ー>率先してのめり込んでいく姿勢が、はい、もう今俺の中では大事かもしれないってちょっと思,思いましたねいや確かにこんなねブルースカイの話してこれ誰が喜ぶのみたいな感覚 <laughs> になっちゃうとさっちゃう出さないまま終わっちゃうん、ね、あそう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 そそうそう 確かに確かに確かにそうであのアフタートークさっき言ってましたけどアフタートークのゲストで大堀孝一さんっていうおじさんがもう出てたんですけどで僕その人借金であの前今やってないけど朝やってるーテレの番組で借金でなんかね形容詞くっつけ工場っていうのがあってなんか形容詞と形容詞をこれくっつけられますかみたいなので美しいと大きいみたいなそううそういうそういう 美しい大きいっつってそれを想像して、うん、なんか美しくて大きいものが出てきてうんつな、うん、がるなみたいなああコントというか,なんか演劇があった、えー、出演されてたそ,<う><る>その演技がめっちゃ好きで、うん、このおじさん俺大好きだなと思ってて。ああああああ で、アフターート君その人見た時になんかこの人見たことあると思って後で気が付いたんだそうその行く前に調べたんだけどあこの人だと思ってすげえ嬉しかったですえでもだからその人もっと深掘りするべきじゃないかって大堀さんを大堀さんじゃあ大堀さんを見に行くそう大堀さんのんかライブとかやったら俺ちょっと見に行きたいなと思ってあなるほどねそういうふうにちょっと接近していこうかっていう感覚になったってことでそうなんですよあああそうだったそれもおじさんだからう見て顔が 「サウナ好きですよね」って言いたくなるぐらいのサウナ顔なんよそんなもう何目にいるんだよそんなやつどこにでもいるいやでもんかあるじゃんあ分かる分かるこの人サウナあんま行かなそうだな確かにねあるけど確実に行き顔でした確実にサウナ行ってサウナ行ってますでもこれで行ってなかったりしたらちょっとねあれですけどあのそうで大堀さんの話ちょっともうちょっとしたいですけどもその言う YouTube にね上がってたんですけどあの人がねやっている別名義のシンガーソングライターっていう名義があって名前忘れちったあのマイケル・ジャクソンへの手紙っていう歌があるんですけどそれがめっちゃ面白いんですよ。なんかね万引きしてきたってそもそもまず万引きした CD っていうのがもう今の時代にちょっとそぐなすぎるんだけど万引きした CD がマイケル・ジャクソンでたまたまめっちゃ 音楽聞いて感動したから、それにファンレターを送った。すごいね。つぶとい。で、あの満引きした CD 聞いたらすごい良かったんですっつって、よかったら返事くださいっていう手紙を書いたら返事が来なかったってことに対してめちゃくちゃ憤りを感じてるっていう歌を。本当に送ったわけじゃない。多分そういう創作の歌ですけど、それがすっげえ面白いからちょっと聞いてほしいですよね。なんか面白い。タイトルでも面白いですね。そうなんです。それちょっと流させてもら。 会えないのかな とか聞いたら多分いけそうな感じでなんでラジオ生流してもいいんでしょうかねみたいなこういう歌を若い人に聞いてほしいみたいなんかもうちょっと自分の中のおじさんの感じが出てきてしまってんだけどね昔でもこういうのあったもんねコミックソングめちゃくちゃなこと歌ってるそう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 んかもうそんなん大好きだったんだけどなんかねんだっけ「かもんたつ」とかねそこら辺とかの人とか。 ちょっとねこの人の僕なんかあったらいこうと思ってるい,い,いやもうファンじゃないですかいやもうファンですも,んもう純粋にあのブルースカイさんもファンになってるしいや確かにそこら辺もいきますわ今後い,いよいよすいませんねニッチに <laughs> <laughs> そうなんでアリスパがニッチなのにさらにいよいよアリスパからさらにニッチなおじさんのラジオへと一歩踏み出したのかもしれない <laughs> そうこれはやばいな。いやでも本当に面白かったんですよ。うん、そ,うそうそうそう。うん、だからね、思うころ好きな人好きなんじゃないかなと思うんですけどね,ね。まあなかなかね、舞台だとやっぱ見に行ける人は限られてるっていうのは、ね、まあ確かにね、そうそれはそうなんですけどね。うん、うん、まあなんかのきっかけでもしお名前とか見ることがあったらちょっと、ええええ、ア、ええ、リスパで言ってたなこの人みたいな感じで、あのーね。 まあなんか見に行ったりとかして見てもいいかもしれませんね。ええ本当その通りです。テニスコートのね方とかもやってましたからね。テニスコートも結構ね有名っ渋谷のねあのテアトルコントとかいっぱいやったりとかあのエモチっていうあのコントのシリーズこれめっちゃ人気なんですよ。エモこれやっぱあの辺のコントやってる人たち面白いですからね。そうなんですよね。なんかちょっとお笑いとはちょっと違いますよねやっぱりなんか。 お笑いのコントも面白いんだけど、うん、俺どっちかってそのののの演劇の方のコントの方が好きなんですよかっていうとやっぱその人間性があんま分かんないからよりの,み<ー>のめり込めるっていうのがあると思っててはいはい、はい、面白いよねコントってなんかあのゾフィーっていうお笑いあゾフィー もう解散しちゃった衝撃の解散というチェダーゼの人がちょっともうやめたいということで幕地と女とそうですね先生でねその会があったんですけど元ゾフィーの上田さんあのいう坊主頭の方とあと吉住さん吉住さんねちょっと吉井の後飽きすぎた今何で何でで吉井の後飽きすぎた今何でそれダメなんですか吉井の後迷いが <laughs> よし女性の,ソロの方とイベントやってて<ー>なんかアメリカでコントをやりたいみたいな向こうで活躍してるスタンダップコメディアの人を呼んでうん、うん、コント事情アメリカのお笑い事情を探るみたいなイベントあってこれめっちゃ面白かった面白そう でなんかアメリカってスタンダップコメディアンがまず主流でなんかすごいこう政治的な話とかさ人種的なことをギャグにしていくみたいなイメージがあるけど、ね、コントもあるんなかスケッチって呼ぶらしいんですけど<ー>ちゃんとシチュエーションコントみたいなのがあっておーおーなんかそこはあのアメリカでも結構。流の 笑いなんです今主流はピンでやるワーンなんだけどコントっていうのもちゃんとあるはあるあるはあるけどあんまりそこに面白い人が参入してないというかメインじゃないからんか意外というかメインストリームじゃないんだけどあるから逆に日本のコント師の方がうまくできるんじゃないかみたいな。 コントっぽいその笑いとかペーソスがあるなんかさそのちょっと悲哀みたいな皮肉とかが入れてでそれをちゃんとその英語でまああのニュアンスをちゃんとこうすくって。 台本にしていったらなんか日本のコント誌でも結構通じるんじゃないかみたいなんみんながうわって盛り上がってもう実際やりましょうみたいな年内にもう行こうみたすごいですねでシカゴらしいんですよ大体シカゴなアメリカのお笑いの誌っていうのはシカゴシカゴがイコール大阪みたいな感覚で笑いの街といえばシカゴそうなのそうシカゴ道頓堀とかあるの道頓堀みたいなイメージがシカゴなのかわかんないけどシカゴのライブハウス 出てちょっとアメリカの人に受けたいみたいなんでそのイベントめっちゃ面白くてさやっぱコントってなんかいいないや面白いですよね絶対立ち上げを俺たちもコントいじゃないとねコントユニットいいねコントユニットそのままでやけどね実際俺たち踏んでるから舞台そうよもう心イベントで一回も踏んでるんですからそう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 だからもう全然ちょちょいのちょいですちょっともうやっていくかやろうやろうや 気合いのやつ気合なの気合いなのコントと言うと気合になっちゃう、ね、ライブの最後大ネタでちょっと泣けるみたいな感想を求めに行くやつだんだんきつくなってきそうだなそれななんかもう俺お寿司さんは本当にやりたいと思ってるんですよね 俺が思ってると思ってるってことこんな感じでお寿司さん喋ってるけど本当はコントがやりたいんじゃないかってだんだん俺結構マジに感じてきてる本当ですかなんか言うてたのお寿司さん演じるのって気持ちいいって言ってたの恥ずかしいこと言うよだからそれが恥ずかしいっていうのがさそもそもなんかどうなのかな解放してあげればいいじゃん。 そうね、お寿司を <laughs> そ,うでもなそうなんだよね、うん、なまだ今あれなんだよねやはり、うん、その気持ちいいのと恥ずかしいののこのなんかどっちつかずな状態ではあるよねそうだからなんかそれがちらっとこう解放されたのが「あの心、うん、のラジオイベント」の一本のコントだったんですけど、うん、うんすもうさらに、うん、多分もう,もう今さらにそれが勢いづいてると思う。うんうん、おでブルース・カイさんのコントとか見てはいはいはい,い できるなっていうとこまでもう今来てる気がする。まあでもでも俺同時にできないなとも思ってんだよね。あなるほどあれを あのコンうちあのラジオイベントやった時のコンとやった時の感覚だとまだやっぱあいやわかるねまあラジオイベントのは言ったらちょっとまあパロディじゃないけどそうそうそうなんかねなんか型があったわけじゃなくてそうそうそうなんかまあこうかなっていうそうそうなんですよことなんですよね所詮やっぱなんかそういうのっぽいのをっていう感覚じゃないですかそれだと思うそれはそれやっぱでも本当にやりたいのはもうただのトーク なんかテーブル挟んで喋るだけでコントになるっていうのが理想じゃないですかすごいねそれはそれできたらだからその感情を荒げるとかじゃなくもう普通のセリフを淡々と言うコントみたいなそんなんがやっぱ憧れるんじゃあ「年内」いくか3公演あいやいいよもう「目指せシティボーイズ」ならうちは。 急にもうこっから火事切りすぎ <laughs> 火事切りすぎだけどね <laughs>、うん、<laughs> でもなんかやっぱ本当にうに、ん、いやなんかでもやっぱ舞台ってやっぱ面白いよなとは見るたびに僕も思いますねそうなんですやっぱちょっとやっぱ臨場感があるとね、うん、生の人がねそこにいるっていうのがやっぱすごい配信で,、うん、で見てたらやっぱ感じれないんですよねいや絶対違いますよねこれじゃあちょっとね まあまあまあでもねまだ2024始まったばっかりだからほんと今年何らかしらやってもいいかも何らかしらそうね細細と細細とやっていってもいいかもしれませんねいきましょうよはいというわけで今日はいる人を呼んでいきたいと思います今週もよろしくお願いしますアリッチャーリスパーク いる人乙久々な感じしますそうかもしれないですねまだまだでもいますんで乙もういるよもう耐えないこの泉乙もう耐えないよ乙このはもう耐えようないんだからこれい。これをただただ読み上げるだけのうんうんイベントおおそれもなんかちょっとはいないきっかけとしてはいいかもね舞台いる人って舞台あ舞台…乙スポットライトがポーンって んか本を読んでる人がいる人を読んで、うんうん、でパッて消えて、うん、でまた次のスポットライトがポンみたいな。どこを楽しめばいいんだそれ。再 <laughs> 現位的なこともせず朗読。なんかいいかもね。 なんか良さそうだかかからやるってのいいもなん良さそうじゃないっていう結果あんまよくなかったあんまりあんまり面白くないそれでもいいかもしれないやってみないと結局分かんないから分かんないからじゃあ今日もいる人読んでいきたいと思いますヨハノさんはいヨハノさんのいる人マリオを使うのは自分じゃないと思っている人なるほどこれあるねあるな 龍もあるんですよ。ああ、ストツーのね。スト2の龍でも感じる。はい,はい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 。やっぱメインキャラを使わない。うんうん、なんか、この話したな、前。なんかしたかもしんない。した<下>か、したかわかんないけど、かマリオは。やっぱり思う。うんうん、特に思う。うん、ああ、そう。 最近マリオワンダーやってさやっぱマリオいるんだけど、うん、俺絶対ルイージとかしちゃうもんねあールイージ使うやつはやっぱなんかマリオんみたいな思い頃だよなマリオは違うかなみたいな感覚が <laughs> 俺は割とマリオ使っちゃうタイプ、ねうん、あ使っちゃうタイプ恥ずかしげもなく <laughs> 恥ずかしげもないわけで <laughs> それがメインなん,でなんかやっぱヨッシーとかさヨッシーよ使、ね、とかを使うのが俺っぽいなって感じちゃうんすよ、ねまあ、わかるなんかマリオはちょっとつまん ないっていうのはわかるなんかわざわざ使わなくてもみたいなね最近キノピオもいっぱいいんだよねキノピオでね黄色赤青みたいななんかそれ使い分けられてんのかなみたいなそうそうそうあれよくわかんないわかんないよねあのなんであの色違いのキノピオがいるのかキノピオ人気だから取り合いになっちゃう女の子のはキノピコって言ってねいたりとか人気だよ子供にすごいキノピオマリオルイージより全然キノピオの方が人気だよそうなの うちの子はね、ゲーム出てない。可愛いからでしょ。やっぱ見た目が。キノピオが。あいつらだって奉仕で増えんだ。そうなの。気持ち悪くない？キモ。キモセックスしてるじゃん。キノキモセックスしてるかどうかわかんないけど、そういう二次創作あるでしょ。あるかもね。確かにそうか。はま掘り下げずに次に行きましょう。はい。続いて右下さん。右下さんのいる人。 飲食店でこちらのお席でよろしいでしょうかと言われたとき、ここで嫌ですと言ったらどうなるんだろうと思いつつ承諾する人。ああ<ー>、<laughs> まあね。あ,<ー>あるよね。<そ> やだなこの席って時あるよねあの場面で拒否したらどうなるのかっていうでも結構俺あるけどねあるあっちでもいいですかっていうシーンよくあるあるよねんかどう考えてもあっちの方が良さそうだなって思った時なんかちょっとねあっちどうですかみたいなんか座席が空いてんのにカウンターに「どうぞ」って言われて「えあっちでもいいですか」みたいなのはよくあるよねはいはいはいある最近やっぱそのちょっと座席しょっぱいなってか座席しょっぱい初めて聞いた ん <music> ングボールに入ってるさテナントとか行くとまず座席がしょっぱいな味以前にこの座席ちょっと嫌じゃないみたいなその時点で塩分が高くなっちゃってるってことだからスペースがさほぼない時とかあるあるんだよねあるある冬とかって特に着膨れるからコートとかをかけたいとか荷物どこ置けばいいのとかあるね なんか嫌だなっていう確かに嫌だわ嫌だなん <laughs> かなんか俺結構もう椅子で選んでる節もちょっとあるかもなるほど味とかそのね商品力ってよりはもう椅子椅子 <laughs> 椅子を求めてるいいね椅子を求めてるああ、うん、これ新しいジャンルですよねそうだからなんかあれ もうほんとチェーン店とかでも椅子が良かったらもういいかなみたいな感じになる時もあるんですよ。うん、あ,るあるよある。そうだから結構大事なんじゃないかなって思うんですけどね椅子って。でもやっぱそれはちょっとあらじじいになってるからからもしんないな。あらかな やっぱ俺も、<ー>やっぱドトールよりルノワール行きたくなってしまってるもんね。あ、やっぱ椅子がいいからね。椅子がいいからねやっぱ、えー。そう、どんどん聞いてくんだよ、椅子の良さって。<laughs> 椅子の良さが聞いてくる。なんかもう、水とお手拭きと、あと、あの、注文来たら、もうさ。き きついで, <laughs> で何にも置けないじゃんここみたいな椅子とかあってさあるある,ある,ある椅子もうそれも椅子と表現してるねに当に嫌なんですよねあもううるせえな本当に気ぶくれの冬のダウンジャケットとか本当に困るんすよわ<は>、ね、かるね人間って冬と夏でこんなにサイズ違うかっていう,うサイズ違うからさ髪も見や見やってるあれ<今>誰も考えてないんじゃない 考えてない今んとこ冬であんな膨らむってちゃんと考えて席作ってくださいねっていうのは確かにねまだ冬に作った方がいいわそう冬前提冬前提でやってください席はいいこと言ったわ続いて豆パスタさん豆パスタさんのいる人道路を歩いていて小動物を見つけた時ほとんどの動物が 左から右に向かって走っていくと感じている人そんなことないこれ思い出してくださいだいたい左から来ません猫とか道をさピュて渡るときやんちゃうだいたい左から渡ってる気すんだよなあれそんな王鈍い位置か鈍い位置五十パーかなあれ果たして左からの方が多くない もしかしかていやそんなことはないな動物は左から右に行きたいんだよ <laughs> いやそんなこと言ったら <laughs> 右にいっぱい動物たまっちゃうから確かに <laughs> 右へ右へ動物が集まって <laughs> おかしいからそれなんか左から来る感じするな俺も、うん、なんかなんかなんか俺分かる俺結構右から横切るイメージあるよみんな想像して道を歩いてる,てるうん ゃないやそんなことないネズミとか最近いるじゃん街中にさ俺大体左で見てるネズミネズミに関してはそうかも大体左にいるあいつらそれは多分歩道の構造上の左側に建物立ってる状態で歩くことが多いんじゃないあそうかそう 左いやでもビルの谷間とかもあるわけでしょあるけど絶対左にこちゃこちゃっているんだよな,あれなネズミ絶対そ,そんなわけない九9割超えてるいや超えてる右にネズミいたことないかも <laughs> いるよ右のネズミ <laughs> 見つけてくれよあいつ左左に多分行って。 行こうとしてる左に数あるのか左に数あると思う水着はなんかこれわかるんだよなこの人もそうだったことでしょう今んとこだから二対一だからそっちのが正しいのかい右から左をまあなくはないと思うけどなくはないだろはいでは続いてはいショーツ関吉さんおちっちゃい方のショーツ関吉さんのいる人機械な様子を全部 インフルエンザの時に見る夢 で表現する人そんなことなこれはもうバレてますねありがちだけどね風の時に見る夢みたいなのはもうバレてるちょっとこれ言われすぎたねこれは言われすぎちゃった一回も言ったことないだけで終わっちゃうんだけど。これはもう売り切れちゃいましたすいませんけどいや別にもうこれから使おうと思ってたすいませんけどちょっと今からは参入できません最近しまんの早くないですかそういう言葉あとその夢 っって言われたらもう全部になちゃうかまあね確にちょっとやっぱ制約がなさすぎるもっと絞らないと例えっていうのは恐れさんに言えよ最初に言った時にもっと細かく絞っていかないと例えっていうものの意味がねなくなってきちゃう夢で全部例えていったら確かにね夢はちょっとなこれはちょっともう本当思考停止だと思ってください思っちゃいましたすみません僕のせいじゃないんですみませんでは続いて「ちゃんとしたいさん」 ちゃんとしたいさんのいる人、スペルからしてクッキーが世界初の料理だと考えている人。え、これクッキーわかんなすぎるどういうこと、うん？クックが入ってるんですよ。ああなるほど。クッキーってクックなるほどね。でもあれが料理だったんじゃないかっていう。<laughs> あれこそが <laughs> クッキーがなるほど。うん、クッキーを。うん クックでしょまず料理を作ることをクックって呼んでるわけじゃ、うん、クッキーってもう初じゃん料理初の料理じゃん <laughs> クッキー確かにそう言われてみたら,だだからあれなんでしょうね多分クッキーじゃなかったらクッキーなんて名乗るなって言われて別の名前にされてると思うんですよね <laughs> あそうこれた相当なんですよクッキーって料理界の中でもだいぶなんですよだいぶ最初なんですよ 確かに言われてみたらそうかかな確にでも考えてみるとその昔のねどんぐりをこねたパンとかあれクッキーじゃん確かにだからもうそんぐらいの多分頃からクッキーはあったからクッキーでもいいよってもう言われたんでしょうねいや許しいわこれはもうクッキーだとステラおばさんがだいぶすごいんですよねクッキーっていうのは。 クッキーは確かに考えたことなかったけどちょっと見逃されてるかもこのすごさあなるほどね魚とか肉焼く頃はまだそれクックとまでは呼んでなかったの呼んでなかったのかねそれは調理とはみんな思ってなかった焼くっていうことだけ焼くっていうってことですよねあれはねでやっぱどんぐりとかこね始めてあれ何やってんの意ななってそんなんうまいわけねえだろみたいな怒られながらね やめろやめろって言ってこう焼いてみたらおうまってなってこれすごいなみたいななんでみたいな。 なんでみたいななんかこういうのすごいなみたいなでこういうことする行為をじゃクックックにしとこうみたいなじゃあこれクッキーでいいねみたいなそのかなり最初なんすよこれマジで1位だそれマジで1位なんですよファーストクックだそれもっとクッキーすごいって思った方がいいですよちょっとみんなこれを考えて今からクッキーを食べてくださてもいいですねちょっとね続いて少年シャンプーさんおかっこいい 少年シャンプーさんのいる人「お正月にお餅を食べ過ぎた」というエピソードを交えながらパーソナリティに今年の抱負を聞く流れのふつ歌を送るラジオリスナー。<laughs> <laughs> <laughs> 平和だなあいいやつだろうなまあ作家ですよねこれはねああそっか作家はこれべて作家そんなやついない本当はこれこの普通歌はもう全部作家がそうなんですかこれ抱負を聞くのはもう作家ですよ多分あそっかまあ確かにねなんかそういうの聞きたいっていうのがあるかもねなんか普通の本当に好きなリスナーでもななんか別に聞きたくいまあわざわざあのわざ抱負なんて聞かないもんね 確そっかそっかこれはやっぱまあ年の最初だしこういうの入れとこうみたいなやで作家が書いてるでしょこれ嫌なこと言うな <laughs> そういうの言うな大人は、まあ、見つけていこう作家かどうかっていう答えが分かんないんだよ、うん、それ、ね、まあでもあこ これ錯覚さいっていうのはあるよねたまにあるなわけねえだろみたいなことはあるよねあるあるあるでも餅のこと書くね持餅のこと書いたらもうさそんなわけないじゃん確かにな今更いないかないやでも確か普通オタねアリスパってなかなか普通オタを読んでないんですよねちょっと普通オタ会とかもあってもいいかもしれないですね確かにまああんまり来ないんですけどまあねあんまり来ないけどなんか意識してちょっと読む会みたいな 確かにね<ー>たまにはそういうのもいいかもしれないですねもし皆さん本当普通歌を送りたいと思っている方がいたらぜひ、はい、どんどん送ってくださいでは続いて「がおかさん」出<た>「がおかさんのいる人」「サウナで顔をシュビビビビビ,ビと拭いながら汗をまき散らすおじさん」。<laughs> <laughs> あいる、嫌ないる人。いるんだよな、守備ってる人。俺は本当きつい。親父守備はきついよ。顔を消そうとしてるのかな、この人っていうその。あれ、ちょっとへこんでないっていうか、あみたいな人いるよね。いるいるいる。あれなんなの、マジで。いや、何なんだ、本当に。めっちゃ飛んでくるから。なマジで飛ばす人よマセオ俺ね、拭ってはいるんでしょう。いや、拭ってんでしょこんな守備び。 るかっていうすごいよね。すごい時あるよ。会社すごいよあの人。<ー>なんなんのな。なんかなんなのあのもうよだれを顔に塗るぐらい,、うん、いしゅビビビ <laughs> <た>してる人いる。<laughs> <laughs> そんぐらい汁気がそれじゃないと説明つかない汁気の時あるあるあるあれはちょっと確かにな産んでるよなあれやばいよなんか体の水分の量からしてちょっと計算が合わない気がするもんないやすごいよあの量はあれちょっとねもう規制した方がいいですよだってあれも噛んでるもんね鼻鼻噛んでると思う俺いんでない 噛んでたらもう恐ろしい。噛んで噛んで撒き散らしてる。<laughs> 噛んでたとしても水分おかしいやろ。うん、あんなサラサラの鼻水なかなかないや。あれすごいんだよな。いや,、うんいやー。あれをいっぱい貯めた水を遠目から見てみたいね。あ,あれはでもあれであれだけ見たいかも。どういうことあ？あの映像をつないで。ああ、いいね。なんか1時間ぐらいずっと守備行ってるおじさんを。<laughs> <laughs> 確かにない見たいかもしれない。あれ言ったらあの映像的にはマイナスイオンが出るタイプの感じだもんね。水場だからね。あれやっぱ気になるよな。はい。ちょっと久々なんですけど、はいはいい。い展開。あ出た。すいません長らく読めてなかったんですけど、まだ終わったわけじゃないぞということで、はいはい。いい展開読ましていきたいと思います。はい。カニアラレさん。お寝ました。はい。カニアラレさんのいい展開。 えー、家柄や能力に恵まれた高飛車な性格の優等生が褒められたい相手や尊敬する人が優秀ではない主人公ばかり注目することに憤りを感じ主人公に辛く当たるも主人公がボロボロになって一人で敵に立ち向かっている姿を安全地帯から眺める優等生。 主人公が近くに人の気配を感じ、横を向くと、その優等生が横に立っているという展開。<laughs> <laughs> あるねあ。なるほど。うん、あるある。そうね。なんであいつばっかり。ね。人の心を掴んでいくんだ。って言ってるんだけど、<ー>結局自分も掴まれてて。<ー>やっぱほっとけない。 ああまあ一番いいやつなんだよねそれ多分そうねキャラクターの中でやっぱ行ってほしいよねこのそうなんですよキャラはそうなんですそいつがでもやっぱ一番いいこいつがでも闇落ちする時もあるある敵側に行っちゃってなんでだよみたいな時もやっぱあるけどそれはそれでいいんだよなそれはいいんだね闇落ちもなんかいい闇落ちいいんだけどなんかでも闇落ちすると ななんんか弱い気がすんだよな<ー>そいつじゃあもう主人公絶対倒せないじゃんって思っちゃう,う心がねもう負けてるもんねそう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 なんだよなだからあんま強さを感じなくなっちゃういや確かに、うん、それそうかも。 <laughs> <laughs> 闇落ちした時点でちょっともう格が下がってしまう,という問題よねよ、うんうん、だ完全なくでもないしみたいなそうそうそう,そ,うそいつの苦悩もあるよなでもなそうなんどっちかというとそっちの苦悩が一番ね一般的な苦悩だからねうん確かにはいでは続いてはい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 ジェロンメラートさん、はいジェロンメラーいさんのいい展開。因縁のあるいは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  握手を交わしながら、わざとらしく、はじめまして、という点。シンプルだな。あるな。あるな。ここいいね。いいね。海のある、なんか感じで。はいはいはい。え、なんかあったことあるの、みたいな。いや、知らないね、みたいな。これはどっちも強者ですよね。これいいな。はいはいはい。ここはやっぱ欲しい。欲しい。うん。なんか、やっぱ、それに憧れんだよな。誰にも知られてない。 俺だけはわかるよ。っていう感じね。感じね。はい、はいはい。いや。でもパーティー出版社のパーティーとかでやっぱ再先生たちが並んでる時もなんかさ。その人たちだけにしかわからない。こう。世界があー。それあるね。多分絶対合わないんですよ。普段絶対合わないんだけど、そういう年に一回とかで相まみえた時にちょっとこう。 やってるなみたいなかっ,けかっこいいよね。お互いの道をこう<ー>しっかり歩んでるやつのこのなんかねいいよね。ああのー、話変わるけど、うんあのー、出川 還暦祭っていうのがあったじゃないですか。俺見に行ったんですけどめっちゃ楽しかったんですけどあれまさにそんな感じでしたよ。だからもうそれぞれのさみんな「うっちゃんなんちゃん」とか「うっちゃんなんちゃん」とか「ナインティナイン」とかさサマーズとかそれぞれがそれぞれの持ち場で一線張ってるような人たちが今でもトップランナーがその場に集まって。 二番手を引き受けるっていう感じうわー気持ちいいなんでお前が気持ちがって気持ちいいね一番いいじゃんそんなそうなんあれかっこよかったっすよ本当に何やったんですかいやもうねあのやっぱ一番感動したのは有吉さんとあとダチョウクラブと土田さんが あの出川さんを入れてこの熱湯風呂やるっていうのがあったもう殿下の方が、ね、そうそうそう,う、ね、めちゃくちゃ良かったあのもう全部さ<ー>もう何回も見たことあるいやそう、ね、さもうセオリー通りの流れなんだけど<ー>それをさ出川さんが何も知らずに本当に何にも聞いてなかったね、うん、打ち合わせで事前に初見でやったんだそう初見で全部気づいて役回りやるんだよその<ー>上島竜兵のポジションにバッと行くんですごい それの感じとかがもうめちゃくちゃかっこいい、うん。 不思議ですねそんな熱いお湯に入るだけの物事はさおじさんがさそうそこまでのなんかこの芸能みたいなことを表現するってなんかすごい不思議なことだな確かにねでもあれですよやっぱ笑いってと俺は思った今そんな格式高いものになってたんですね冷凍風呂っていうの格式高くはないんだけどねなんかでもなんかみんな感動しちゃうじゃんもはやそうそう冷凍風呂っていうそうなんですよね本来はそんなもんじゃないんだけど 今回はちょっと感動的になってしまったっていうね。<laughs> すごいな。そう、すごい良かったですよね、えー。いいイベントですね。うん、うん、えー、あ、じゃあ最後かな。はい。これさい、最後のいい展開。はい、えー、大きいキウイさん。大きいキウイさん。はい。えー、エンディング後、平和になった世界で、ヒロインの髪色の主人公によく似た男の子がちらっと出てきて、鳥のさえずりで終わる。ああ、なるほど。あれみたいなね。はい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 。うんうん、うんうん とは言わない。何とは言わないが、なんか時代へつながったのだろうかという、あるね、ボン感の終わり方。あ、いいですね。あ、え、テイルズオブグレイセスがこれでしたと。あ、そうなんだ。グレイセスって何？わかんない。知らない。テイルズはもうファンタジアですからね、僕らの世代は。グレイセスまで出てたあ、そうなんですね。すごいね。はい、こういうなんかいい展開も。あわかるね。思いついたらちょっとちら チラ,チラッと皆さん送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。さあ、はいえー、イベントね。何やろうかな。そうなんですよ、ね。玉ほめ出版記念イベント。 今回はちょっとたまに取り出せる褒めって割と真面目というか結構人を救う的な要素もあったりするのでそれを結構面白いと言ってくれる人は割とそういうところが好きなんじゃないかなって思ってなんかそういうお笑いじゃなくちょっと純粋に褒めを話してみるみたいなそういう感じでもいいんじゃないかなとめちちゃゃくなんかごいて。 おもしろをめっちゃ用意して、えーまあ、プレゼントとかその、うん、のパワポでうわーみたいなネタをやるっていうよりはちょっとトーク中心どそうっすね、うん、なんかなんかこのお互いの褒めの思い出とかを話したりとかななるほどなるほほどどそんな感じのこう。 ミニちょっと、ね、準備も楽だしとい <laughs> おい言うな <laughs> おいそれを言うな <laughs> <laughs> いやでも褒めね確かに俺たちとかでもまだ多分言ってない褒めとかもあるしうん、うん、そうなんですよ、ね、ま,まだゲストとかも誰か分かんないですけど来てくれる人の褒めそう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 あとまだまだなんか皆さんも。 うんうん、話してない褒めとかもあるそれを例えば送ってもらって読んだりとかなんかそんぐらいでちょっと褒めにまつわる話を聞いていく、ね、あとサイン会とかもなんかねあったりとかそういう感じでいいのかなと思うんですけどね今回は<ー>なんかまあそういう面白いやつもまた別でやってもいいかもしれないですけど、うん、ちょっとと,めとりあえず今回はこの,、うん、こ,の <laughs> この漫画においてのこの話、はい とかを裏話とか話したりとかそっち系ああいいかもしれないですねその取材に行った時に佐久間さん吉武さんもいるしということでうんうん、うん、ねで多分ね日程が2月25日に、まあ、なるんじゃないかとそうですねうんいいのもう確定でいいよね 2>, <確>2月25日だけは2月25日だけは確定で、はい、ね ちょっと考えといていただいてこれがもし変わったりしたらもう本当に謝る本当に謝ります本当に謝りますそれはもう謝ります多分25日じゃないかということで日曜日ええいやね多分あとねお昼ですねこれ多分お昼じゃないかと違ったら本当に本当に謝りますまあそろそろ日程もちょっと告知しようとは思ってますのではい多分この日になるじゃないかということでというわけで今週もありがとうございました さようならー